ベベララルルーーシシの国国営放送は4日、日内で日本から来たたた。工作員が拘束されたと伝えました国営放送によりますと拘束された日本人男性は中国の巨大経済圏構想、一帯一路の現状やベラルーシとウクライナの国境の状況について情報を探っていたほか軍事施設を撮影していたということです。 詳細については、5日に放送する東京から来た侍の失敗という特別番組で伝えるとしていて、番組の予告映像では、拘束された男性が、私の活動はベラルーシにとって危険だった可能性があると話しています。一方、ベラルーシの日本大使館は、50代の日本人男性が7月に国内法違反の疑いで拘束されたと明らかにしました。